今日はアルバです。アルバの今は広場に来ております。10月10日からこのアルバでトリュフ市が始まりますが、おっとなんとここにトリュフ王子ことトミー発見。教授です。今日はよろしくお願いします。トミーにちょっと簡単にアルバの街を散策しながら、ピエモントの魅力とそれからアルバという街がどういう街なのか、そして、白トリュフの魅力をちょっとたくさん語ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、アルバの街聞いたことある方おそらくトリュフで聞いたことあると思います。北イタリアのピエモンテ州にある町なんですが、結構歴史は古くて、ローマ時代にはアルバポンペイアっていう名前でもうすでに存在してたんですけど、面白いことにそれって日本だと弥生時代なんですよね。そんな時代からもうある町で、白トリュフでも有名なんですけど、実は両サイドにバローロ・バルバレスコっていうイタリアでものすごく有名なワインの産地があります。ですから昔からこの辺りっていうのはその食の産地として栄えてきました。そういった意味も含めてね、いまだにそういったグルメな人たちが集まる街で、イタリアの中ですごく有名な街になってます。あれ噂のレストランは、あれはね、イタリアの数少ない三つ星レストランのピアッツァドゥオーモがあります。1階はねオステリアになってて、気軽に入れるビストロのようになってて、その2階に三つ星のレストランがあります。なるほど。すごいなと思うのはこのレストラン、実はオーナーが、そうですね、ワイナリーのチェレットがオーナーになってます。実はその隣にあるレストランも今度は別のワイナリーで、ラスピネッタとコントラットっていう、まあ、2つ同じ資本の会社なんですけど、その会社が持ってるレストランになります。最近はね、ワイナリーの人たちもアグリトゥーリズムというようなその宿泊施設を作ったりだとか、あとはまあレストランを作ったりだとかって言って、そのワインだけではなく、そのワインをどういうふうに提供していくかという場も作るのが今この地方のイタリアのブームになってます。もともとこういうワインっていうのはもう地元で消費されるっていうのはもちろんあったと思うんですけど、そういったものが世界的にも認められ、世界的にこう販売されるようになって、価格も高騰し、言うと儲かると、で儲かってきた企業がこうやって地元にお店を作るっていう一連の流れが少しイタリアには多いように思うんですが、そういった点に関してピエモンテはすごく他の地方を見ても先を行ってるような感じがあると思うんですが、ピエモンテのワインというものの、ね、価格っていうのが本当に、価格帯というものが本当にものすごく高騰して、今言ってもらった通り、もともとは地元で消費していたっていうものが結局は外国に販売することによって、もともとは地元だけでその回っていた、限られたお金が回っていたのが、その外からさらにお金が入ってくることによって、もうどん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 経済的に膨れていって、そのお金を結局は地元に還元していると、消費しているということになるんですけど、ただまあいいところと悪いところがありますよね。いいところっていうのは、そのもちろん世界的なマーケティングをここ数年やるようになって、お金がすごく入ってきて、この地方の人たちの生活もすごく豊かにはなったんですけど、今度は逆にビジネスを見すぎて、そのワインの味というものがね落ちていったりだとか、その大量生産してしまって味が落ちてしまってるっていうようなワイナリーももちろんたたたたあります。だからいいところと悪いところっていうのが両方ありますよね。お金儲けがその結局は必ずしもいいとは限らなくて、結局はその外国で言うなれば高い値段でワインが売れるようになったら、今度はワイナリーたちが考えるっていうのは、地元で売れなくても外国で売れればいいやっていうふうに思っちゃうんで、ワイナリーの中にはもう外国価格、特にアメリカ価格で地元でも売ってしまうっていう人が結構増えてきてるんですね。ですから日本にいるとなかなかわからないと思うんですけど、実は地元にいると、もともとこの地方のワイナリーなのに地元でこのワインを見ないな、でも海外のサイトを見るとたくさん売ってると、そういう時は大抵その値段がとても高くて、地元の人には手が出せなくなっちゃってる場合が多いと。そうするとね、やっぱり地元愛の強いイタリアにおいては、せっかく僕たちのワインなのに飲めないなんてっていうね、やっぱり言葉が上がったりしてます。そういったね、
ビジネスも含めた中で、文化というかね、人とのつながりっていうのが少し失われてきてるかなっていうのが今のイタリアの現状だと思います。まあそういった中でこういうあのレストラン、ね、トラットリア、ホテル、そういったものに対して、まあ、投資を、ね、ワイナリーもたくさんしてきて、このピエモンテ、この土地の魅力っていうのを複合的には伝えようとしてると思うんですけど、そういうあのツーリズムに対してこう手を打ち始めてるっていうことに対してはどう思います？一つはね、いいと思いますよ。なんて言うんでしょう、会社のシステムと一緒で、結局は外注するよりは自分の会社内で終わらせた方が、言うなればワイナリーが今ホテルやレストランを持つっていう話をしましたけど、言うなれば外国から来てくれる言葉のね、わからないお客様が結局はワイナリーを見て、自分のお店でレストランを、自分のお店の、自分のレストランで食事をして、そして自分のホテルで寝るっていうことは、結局はその間に伝達ミスだとかそういったことがなく、スムーズに仕事を行えると。ただ逆に言えば問題点というのは、そのワイナリーしか見れないっていう問題点も出てきますよね。だからそういったところを見ると、やっぱりいいところと悪いところっていうのは、そういった意味で両方あるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。